マレーシア航空の370便がなぜ失踪したのかっていうレッドブリックスのドラマとかを見て面白いって思ってたんですけど、ああいうのを見て面白いと思う人って少数派だと思うんですよね。えっと、そのマレーシア航空から北京に行く飛行機で274人かなんかが乗ってる飛行機が、あの、突然レーダーから消失して消えたんですよ。で、未だになぜ消えたのかわからないんですよ。 墜落したのではないかと言われてるんですけど、あの、破片が結局、マダガスカルの方で見つかったんですよ。要は、あの、えっと、本来はベトナム上空でレーダーが消えたんですけど、その破片っていうのが、マダガスカルっていう、まあ、アフリカの横で見つかったんですよ。で、ただ、なぜか、その飛行機の部品の ID がないんですよ。 飛行機って、その、あの、必ずその、あの、まあ、パーツにこう ID が刻まれたりするんですけど、その ID が外されてる飛行機の部品が、なぜかマダガスカル近辺で見つかるんですけど、で、その見つかった部品も、大方8割以上は、たった一人の、あの、白人の人が見つけてるんですよ。 で、本来であれば世界中が探してるから、世界中のその、要はインド洋だったり、マナガスカルだったり、フィカ沿いとかで、いろんな人が見つけたよねってならったのに、なぜか、たった一人のその白人のおっさんで、しかもその白人のおっさんが、ロシア人と一緒に会社を作ってて、 なんか20年前とかロシアに住んでるとかって人で、なんなんこいつって、ちょっと、ね、職業冒険家っていう、え、何で儲けてんのっていうのが、ちょっとよくわからない不思議な人なんですよ。っていうのがあって、で、その、もともとレーダーが消えたんですけど、消えた後にマレーシア軍は、突然左に曲がって、そのインド洋方面に向かったって言ってるんですけど、その左に向かったインド洋方面の、その下には、 あの、一応マレーシアの領土内なんですけど、オーストラリアの軍事基地があるんですよ。で、オーストラリアの軍事基地が、レーダーがあるにも変わらず、そのマレーシア航空の飛行機が通ったっていう記録がないんですよ。 要は軍事基地ってあの空軍のね、あの飛行機がこう発射する基地なんですけど、まあ、必ず完成があってレーダーもあるんですよ。要は戦争するための基地だからね。でその、そうするとどんな飛行機がどう通ってるかっていうレーダーの記録は必ずあるんですけど、でもなんかそんなの記録がないらしいんですよ。でただ衛星電話のインマルサットっていうところは、あのそのインド洋周辺で、なんか一応なんかなんか、あの、衛星電波が繋がったよって言っているっていうのとか、あとそのレーダーの記録が 消えて、次の飛行なんかに、えっ、ー、と、機内にいるはずの人から携帯電話がかかってきたり、携帯電話をかけることが可能だった時間があるんですよ。では、その、えっ、ー、と、2時間か3時間飛んで、レーダーが消えて、そこから連絡不能なんですけど、で、そこで墜落していたら、電話がかかってきたり、電話かけるのは不可能なはずなんですけど、 次の日になぜか電話つながってるんですよ。で、電話出ようとしたら切れちゃったっていうのとか、かけても鳴るだけっていう状態で、ということは、墜落してたら絶対かかってないはずなのに、墜落してないよね、と。でも、その上に行ったらベトナムのレーダーとか中国のレーダーに引っかかるんだけど、それもないよね、と。で、オーストラリア航空、そう、オーストラリアの基地の上も飛んでないらしいよね。でも、インマルサットの衛星携帯はつながってるよね、とか、そのいちいち何かの証拠が矛盾してるんですよ。 で、どの証拠が正しくて、ドイツが嘘ついてるかもわからないんですけど、絶対嘘ついてる奴が一人いるんですよ。アメリカ軍。その、えっと、ベトナムとマレーシアの間のところで、アメリカ軍が訓練をしてたんですよ。で、その時に、その、あの、a w s c s w a x っていう、その、あの、レーダーを出して、どういう飛行機が飛んでるかっていうのをチェックしてる飛行機を飛ばしてるはずなんですよ。 でその時にどういうその飛行機が飛んでてどういう映像がそのあったりとかそのどういう状況でしたっていう情報は100%知ってたはずなんですけどなんかその情報を出してきたのが1年後とかなんですよ。 で、え、それ、その、レーダー分かってたらもう次の日とかにその情報出せたはずじゃないのっていうのを、なぜか1年後とかに出てくるんですよ。だら明らかになんらかしらの情報あったけど、出してないっていうのがアメリカっていうのが分かるっていう感じで、まあでも結局これあの人が大勢死んだ話なので笑いながら話す話じゃないんですけど、っていうのめちゃくちゃ面白いとかって思って僕は見るんですけど、あの、悲しい、こう話ではあるので、あの、それが面白いと思わない人は見ない方がいいですよ。はい。 あの本当は生きてるんじゃないか説みたいなのも割とその遺族の人たちは信じてるんですけど、もう何年もあるので、で、さらにややこしい話が、その、えっと、マレーシア航空の飛行機、えっと、ボーイングの777っていう飛行機って言ったんですけど、4ヶ月後に全く同じ型の777、ボーイング770機が、ウクライナ上空でロシア軍に撃墜されてるんですよ。で、それも人乗ってるんですよ。で、あの、 そのジェット機が、その数ヶ月の間に2機なくなるなんて、今までの航空史上ありえないんですよ。まあ戦争してる国は別ですよ。で、ウクライナ上空たまたま通ってて、別にマレーシアとロシアが戦争してるわけでもないんですけど、撃たれて、あの、墜落してるんですよ。で、なんでまた同じ型なのっていうのとか、で、ちょうどその、じゃあ、まあのー、マレーシア航空がそのベトナムに行こうとしてるのを切って、前日にロシアが、 クリミアに侵入してる時なんですよ。クリミア戦争2014年の戦争なんですけど、で、あれでニュースがこう世界中になるはずだったのに、そのマレーシア航空の飛行機がいなくなったっていうことで、世界中もそのニュースで持ち切りになって、クリミアの戦争の話っていうのがあんまり大きなニュースにならなくなったんですよ。 っていう、そのなんか、ロシアもなんか、この事件で得してんじゃねえのとか、アメリカなんか嘘ついてねとかっていう、いろんな引き込もうもがあって、今だに真実がわかりませんっていう話です。はい、えー。私は冤罪や未解決事件にすごく興味があり、特に先日最新決定した袴田事件、どうるに袴田事件や未解決事件、興味持たれますか袴田事件は、昔からずっと、あの、その要はズボン履けないのに、 こいつ履いてましたって言われたり、なんかあの、元々なかった証拠がいきなり出てきたりとか、いや、袴田事件明らかにおかしいよねっていうのは昔から言われてたんですけど、だようやく最新になったっていうのが遅すぎでしょってあるんですけど、袴田マンタ事件って何っていうので、えっ、ー、と、味噌屋さんで働いてた店員が、店主を殺したって言って捕まったんですけど、でその袴田さんっていう人がボクサーで、 で、まあ、ボクサーなんだからコースショ匠みたいな、なんかすげえ雑な理由で、で、その時に着てた服はこれですって警察が出してきて、で、その服をその、履こうとしたら、小さすぎて開けなくて、で、なんかその、サイズが B って書いてあって、B というのはすごい特殊なサイズで、ボクサーである袴田さんは、 体がでかいから、そのサイズにしたんだっていうのを裁判で言って、裁判官もそれ書いたんですけど、メーカーは、あ、その B、あの、ブルーの B で青いって意味ですみたいなのを言ってるんですけど、なぜかそれ、却下されてるんですよ。だって、メーカーが B って色だよって言ってるんですけど、なぜかビッグの B みたいなことになって、判決で B を切れるのは袴田だみたいなことになって、あの、一応、無期懲役、死刑、どっちだっけになって、あの、未だに刑務所にいるんですよね。一応、最新決まったんですけど、まだ刑務所にいるっていう。 まあ、笑い話じゃないんですけど、あの、割とその、すいません、笑いながらね。あの、それひどいでしょっていうのが、結構日本の裁判は普通に起こりうるんですよ。なので、あの、皆さんも気をつけてください。はい。結局、その日本の場合って、その、権力がある人が引退するか死ぬかしない限り、その、間違いを、要は、部下が認めることになるわけじゃないですか。要は、その、先輩が間違った判断、裁判官がね、がしました。 で、そうすると、その先輩が間違ってるっていうのを後ろから刺すことになるので、その先輩が引退するまでできないと思うんですよね。要は、間違った判断で、さらにそれが、その死刑だったり、無期懲役だったりって重い判決をしたっていうのになると、その裁判官のキャリアに傷がつくわけじゃないですか。 なので、その、後ろからさせないよね、っていうので、その裁判官が上の先輩だったりがいなくなったりとか引退したりとか、死んでからじゃないと、覆すことが難しいよねっていう、その先輩尊重すぎ的なものっていうのが、結構日本はあるので、なので、今更ようやく袴田事件最新だと思うんですよ。 別にその、墓本事件を再審した方がいいよねっていう人たちが、その、2023年に新しく証拠を出してきたわけじゃないですよ。昔からおかしいよねっていう証拠がいっぱいあって、で、ずっと再審をしてたんですけど、ようやく通った。なぜようやく通ったのかっていうと、別にその、現時点で何か、その、新証拠がドーンってできたってわけではなく、単純にそれをこう、通すっていう人がいなかったっていうので、その静岡地裁がようやく通す人が出てきたっていう。